はい、皆さんこんにちは、小島大隊長です。ウッド社長です。で、今日は隣に新兵の磯野です。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日はタングステンブレードを使った、はい、筋彫りをやっていきたいんですけれども、うん、なんとお悩みがこの新兵からありまして。何に悩んでんの？はい、新しいことにチャレンジしていきたいなっていうので、そうなんだ。スミレっていうのにチャレンジし始めたんですけど、スミレ、これ、あ、これですね。はい、はい、スミレできないんですよ。スミレはその塗料入れて拭き取って溝に残った線が影になってディテールがはっきりするよっていうのだと思うんですけど、拭き取った時に全部消えちゃうんですよ。うんうん、どうしたらいいんですか？そのためにこれがあるんじゃないか。じゃーん、なるほど、いいものがあるじゃないですか。これって上級者用の道具なんじゃないかなと思って。誰が決めたんですか、そんなこと。じゃあこれ教えてくれます？うん、やりましょう。お願いします。というわけで、はい、今日は筋彫りをしまして、うん、墨入れが残りやすくしたりとか、あとちょっと退屈なパーツね、なるほどに装飾を入れてみたりとか、うんうん、そういうことを新兵の方でもできる方法を説明したいと思います。すげえ芝居がかった入り口でした。ありがとうございます。お願いします。じゃあ、はい、じゃあ今日はタングステンブレードで筋彫りをしていくということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあね、今日使うのがこちら、はい、エントリーグレードのこれニューガンダムっていうね、比較的低価格で手に取りやすい商品なんですけれども、うん、ご覧いただいて分かるように形はね素晴らしくニューガンダムなんですけれども、隣にですねリアルグレード、これすごいですね。ね、同じニューガンダムなんですけれども、うん、すごい情報量多いじゃないですか。多いですね。これなんで多いかっていうと、例えばシールドで比較しましょうか。全然情報量が違うんですよ。例えばこういうパネルラインと言われるもの、これがあるかないかでも全然違いますよね。こういうところをさっき言った墨入れ、はい、何もないところに墨入らないですよねと、はい、じゃあ何かしらこう掘っていかないといけませんよねと、そういうことを全身にちま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 やるといつかこっちになる、近づいてくるわけです。はいはいはい。で、パネルラインってなんですか？墨を入れるための溝を掘るっていう工程なんだけど、そこのこっちとこっちを塗り分けることによって色の情報も増えますよね。はい、要はこのすねのあたりっていうグレーが入ってたりとかする。そういう境界線を入れることによって、ここから先別のパーツですよっていう表現ができたりとか、この膝とすねがいっぱい装甲板が組み合わさってできているっていうのがこっちはわかるんだけど、こっちだとワンパーツでできているのでどうしてものっぺりしちゃいますよねと、うん、そういうところに情報を増やしてやりましょうと。で、そこってへっこんでるから影の色が入るはずなので、墨入れっていうこういう暗い影の色の塗料でそこの境界線を表現するっていうのが一つの技になると思います。というわけでですね、今日は磯野新平さんにですね、こちらデューロのタングステンブレード、はい、使っていただいて筋を掘りまくってもらうというコーナーにしたいと思います。新しいサイズ増えましたね。そう、今まで出てたのがこちら5本セットがすでに発売されていましたが、うん、今回新たに 0.125、 これはちょっとお声が多かったんですよ、このサイズ欲しいっていうね。で 0.3、 0.4、 0.5、 0.6 というやや太めのものがラインナップに加わりました。10本揃うとなかなか爽快でございます。じゃあ早速練習して、練習からですね。はい。あーだーちゃーちゃーちゃー、なんちゅう持ち方してケツ噛んどんねん。わーれー、ひどい。どういうことですか？どうやって持つのが正解なんですか？そうですね、鉛筆持つようにこう持ってくる。鉛筆持つように、はい、はい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 。でね、せっかくこう平らな面が上にあるじゃないですか、はい、ここに人差し指当てます、はい、上下逆逆この尖ってる方が下。いや、タングステンブレードっていうから日本刀みたいなのかなと思って。それ刀ボケていただいてますけど、はい、正しい持ち方これです。これですね、はい、のみのように、はい、尖ってるこの先端を下に当てるような、で引きながら、あんまり力入れなくていいからね、軽く軽くね、軽く、うん、じゃあちょっとお手本、はい、最初の一発目はこうやって力入れずに、そうするとちょっと削りカス出るでしょ、出たところをなぞっていく何回も、はいはい、タングステンブレードの重みプラスちょっと加えるぐらい、ほんのりほんのり優しく、
はい、まず今回なんで筋彫りの相談を小島大隊長にしたかっていうと、この部分に墨入れをしたかったんですよ。で、墨入れしたんですよ。おお、汚いね。そうで、墨入れの説明なんかを見ると、うん、これを拭き取るっていうんですけど、はいはい、うん、拭き取ってみたら、うん、もう消えてしまうんですよ。なんもないじゃん。墨入れできねえじゃんっていうので困ってるんです。それなんでだと思います？服からですよいやでも墨入れってそういうことですよね。そう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 、だから、はい、このラインに墨残したいわけじゃん、はい、じゃあそこに筋掘って一段へっこんだところに墨が流れたら、上から綿棒で拭き取っても溝の奥まで拭き取らなければ墨残りますよね。はい、じゃあ登坂筋掘りしなきゃいけねえじゃねえかよっていう話です。やってみましょう。はい、今掘りました。できた。もう一回墨入れを。お、墨入れお願いします。まず溝ができたってことですもんね。そうです、塗料のたまり白が今掘れましたと。ほら、ずっと流れるでしょ。全然違うじゃん。で、今筆を置いたところだけちょっとはみ出してますよね。そこちょっと拭き取ってみましょう。あ、全然残るじゃん。残ってんじゃん。全然違うってわけですよ。その綿棒が溝の奥まで当たらないから、うん、ちょっと一つ応用技してみましょうか。はい、例えばガンダムの頭ってここバルカン砲あるじゃないですか。だからバルカン砲とこってヘルメットと一体じゃなくて、これ絶対カバーになってて、そうです、ね、外して確かに弾入れたりとか、そうそう、詰まりそうですもんね。メンテしたりとかするしますよね、うん、じゃあここもね入れとくんですよ、上と下。はい、墨入れて。おお、じゃん。おお、お、入ってんじゃん。入ってますね。なんかそこカバー外れそうな雰囲気が出るでしょ。うん、うんうん、確かに別の部品みたいになってる。あ、全然違うじゃん。そっちと奥行きがあるというか、うん、じゃあ皆さんよく聞いてくださいここ大事ですよ試験出ますからさっきの登坂の部分、はい、断面でいうとこういう形してますよね、うん、で、この方向に溝を入れたわけです。はい、そうすることによって登坂のパーツがここら辺までめり込んでるような、見える見える、そういうパーツ構成になってるようにするためにこっち方向に掘りましたよ。なるほど。それが場合によってはこっち方向に掘る場合もあるんだけど、その場合めり込み感はあんまりなくて、逆にヘルメットが中までパーツが入ってるように見える。これが掘る方向によってどっちに分かれるべきなのっていうのを見せるための一工夫になる。で、バルカはここら辺にこうついてますよね、うん、で、こっち方向に掘りましたよと、はい、ということはこのカバーがこう外れる感じ、まあ、こっちにしちゃうとカバーがちょっと浮いててさ、はい、ポンって上に乗ってるように見えがちになる。そうですね、うん、本当は中にこんなもんが入ってるんだと思うんですよ、うんうん、ということはそれのカバーということはちょっと中に入ってビスかなんかで止まっている、うんうん、っていうのを演出するためのこっち方向でした。なるほど。この辺りちょっと気にしながら掘っていくとよりリアルな感じになるんじゃないかなと思います。先生、先生分かりやすいこれいいですねこれはい、肩も掘ってきます。はい、難しそうだね。あ、小島大隊長やってしまいました。磯の行き過ぎました。行き過ぎましたどうしたの？オーバーランですね。だって、いや違うんですよ小島大隊長、ここ違わないです。止まるとこないじゃないですか。これしょうがないんですよ。止めましょうこういう時ってどうしたいんですか？とりあえずはこの角で止めたかったのに、うんうんうん、行っちゃいましたよね。じゃあこっちから掘ればいいじゃないですか。はい、確かに。はい、止まります。あ、じゃあ掘り始めも考えなきゃいけないってことですね。そう、パーツの向きを逆にするだけで危ないところは避けることができますよねと。いやでも小島大隊長ここないんですよ。ないですね。そういう時はどうするか、こういうプラ板の破片をここに当ててそこで止めてください。なるほど。あ、止まるでしょ。できちゃった。じゃんじゃん。これはもう諦めるっていう感じになりますか？オーバーランしたのは傷がついちゃったわけです、はい、じゃあ傷埋めましょう。何でも結構です。瞬間接着剤のような、はい、これをちょっとだけこれぐらい、うん、はいはいはい、ね、で爪楊枝的なものとか使ってこの傷の上に充填します。要は傷の中に瞬着が入るような感じ、はい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 、じゃあアルテコのプライマーをここへ吹き付けてください。
はい、もうこれで硬化しました。で今瞬着塗ったんでそこだけこんもり盛り上がって映りますかね。でここを研磨します。はい、もうこれで多分埋まったかな。要は溝の中固めちゃうんですよ。はい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 、はい、これでじゃあ磯野のやらかしはなかったなかったこと。ただカメラには鮮明に記録されているのでこれが来月のお給料にどう影響するかは僕は分かんないです。天引きですね、見逃してください何やってんのそれ。このエントリーグレードの方はのっぺらぼうじゃないですか、はい、この人みたいにしたいんですよ。それどこの部分なの。ここですね。こうしたいんですよ。全然違うね、そもそもが。いや何もないところにラインを増やしたいわけだね。そうです、うん、できるんですか。ないところでも掘れるじゃないいや掘れますけど、うん、本当この鉛筆で描いたみたいにビシッとしたいじゃないですか。ビシッと掘りましょうよえ、お願いします俺じゃあ今磯野さんがざっくりこんな感じって書いたラインになります、はい、で一本のライン引きました。ここは平行にしましょうよと、綺麗に整ってる感じにしたいですと。でここ斜めにクランクが入ってます。このクランクと前の面を今回は合わせましょうと。で今あえて全部突き抜けてます。構いません。次に今細いシャーペン使いましたけど、うん、ちょっと太めの 4B とかいう濃い鉛筆、うん、鉛筆、はい。でこの周辺、これはね基準になるんですよ。ざっくりこれぐらいでいいです。でここにセロテープ、うん、セロテープピッて貼ります。いやいや小島大隊と違うんですよ、うん、今日僕筋彫りがしたくて。いやだから筋彫りの筋彫りの方法を今説明してます。本当ですか。セロテープで剥がします。はいはい、ほらあれなんかついてますね。転写されてるでしょ。でこのプラ板ね、あれお貼りますよと。すごいすごい。で彫りたいのはこのラインですよね。じゃあ切ります。でここですよね、切ります。でここクランクのこの斜め切りますよね、切りますよね。でこのパーツの端っこでこうにょにょっと。さあそうするとこんなパーツが切り出せたわけですよ。でセロテープ剥がしますよねと。そうするとこの下の端に合わせるとガイドができちゃうんですね。わすごい。で注目いただきたいのはこの周辺と今形合ってるでしょ、うん、ということは反対側もこう合わすとできちゃう。へえ。で両方掘るとここの前面に両方線の端っこくるでしょ。はい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 。あとそれをピッて結ぶ。さあこれを使って掘ってみよう。どうですか。ちょっとこのガイドがあるんでいいんですけど、ガイドの同じ場所に維持し続けるっていうのが難しいですね、うん、そういう時はね瞬着でガイドも点付けしちゃって、これをくっつけちゃうっていうことですか、うん、くっつけちゃえばその時にズレて貼ると元も子もないからね。うん、ちょんってつけて、あブレーキかかってますね。鉛筆セロテープ最強で最強ですねこれいいですね。発想がすごいですよね。この画面だけ見てるとめちゃくちゃ職人が凝ってるんで、いいんじゃないですか。あいいんじゃないですか。で裏返して、ね、あいいんじゃないですか。だからあとこの前の面が、あ確かに確かに、まっすぐ結んでやればいいわけですよ。なるほど。それはこれぐらいの門を当てて、はいはい、でもう束ねで一発ピッと一発いっちゃえば、うん、どうですか。あ掘れてますね。あいいじゃないですか。あ綺麗綺麗。なんかリアルグレードに近づいてきてんじゃないの。ちょっと応用技してみましょうか。ここからタングステンブレードっていっぱいありますね。ラインナップ増えましたよね、はい、今まで細い細いで 0.125 を使ってます、うん、ここでちょっと違う太さで、なるほど、線を太さ変えたらどうなるかっていうのを一つやってみちゃったりしたらどうすかね見てみたい、はい、そうすると線の太さが単調じゃない表現っていうのもできるんじゃないかなと。なんで 0.125 に対して新発売 0.5、はいはい、ね、使ってみましょう、はい、もうすでにね一発線が入ってるので比較的楽に。で反対側もいきましょう。すごい削れてる。はい、でご覧いただくと太いラインと細いライン。あ本当だ。へで今度1ミリありますね。1ミリ、はい、OK。
この奥が 0.125、うんうん、で 0.5、うん、で1、ただの筋彫りじゃなくてパーツの合わさりみたいなのがすごく出るでしょう、これ。確かに複合太さの時なんかにはいいかな、うんうん、だから今回の追加発売のタングステンブレードも買わないとこれできねえんだよよろしく、概要欄からよろしくみたいなお疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、紆余曲折ありながらもですね、はい、一応ここまで、こういう場合はこういう風にする、はいはい。こういう時にはこんなやり方もあるよというのをご紹介しながら、うん、わちゃわちゃとやり散らかした状態がこちらでございます。そうですね。はい、最初にしては、だいぶ、そうですね。タングステンブレードのポテンシャルを発揮する。はい、ポテンシャルを発揮できて、この筋彫りの面白さもだいぶ分かってきたんじゃないですかね。うん、なんか、気づいた点が、新兵があると。このニューランダム、黒いパーツあるじゃないですか、はいはい、黒いパーツは墨入れサボれるんじゃないかなと思って、うん、要は黒で墨入れした時に目立たないよと。ですよね、目立たない、ね、やらなくていいってことですよね、うんうん、いやいやいや、楽です。いやいやいや墨入れって黒入れる、そういうことですよね。誰が黒い色だって決めたんですか、それって世田谷区条例ですか。墨入れを塗料つったっていろんな色があるわけですよ、はい、確かにミッドナイトブルーみたいな濃い青って濃い色だとも全然見えません。でもあえてこういうブラックに近いものを流す人もいれば、視認性高めるためにあえてこの辺りちょっと明るめのグレーをで墨のところだけね強調する人もいます。はたまたこういうちょっとブラウンというかハルレッドとかねブラウン系であえて墨入れをなさる方もいらっしゃいます。今回はちょっと、ね、様子見ながらこのどっちか明るいグレーで濃いブルーのところ墨入れ入れてみてその効果のほどを体験していただくのを最後にしてみてはいかがでしょうかっていう、ね、いいと思います。ズルはダメだよ、ズルダメということですね。わかりました、やるときはい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でございました。墨入れしましたね、うん、あれ磯野くんはどこやったの。磯野胸と足ありました、はい、胸ここです、はい、結構うまくできたんじゃないかなって思いますね。側面とかも凝ってます、うん、こっちツルツルです。墨入れのライトグレーを直したところ、ライトグレーですね。これは社長ってどこやったんですか。僕はですね、前スカートと前スカートあと腕、腕よくできたんじゃないですか。腕すごいですね、これちゃんと。小島大隊長はもうボスはどこやったの。ボス、うん、なんか皆さんが手つけてないしシールド先生すごくなってるな。やりすぎじゃないですか。ちょっとまだ埋め忘れてるとことかあるけど、とりあえず時間なので。すごいな、これエントリーグレードのシールドですよね。この RG のデザインをちょっとね真似して。ツルッツルのはずですもんね、ツルッツルでしたね。あ、いいですね、だいぶ違うじゃん、やっぱり入れると、うん、メリハリるはずなんですよ、うんうん、靴もね、ですね。やっぱぬるいモールドを掘り直すっていうのもやっぱ頭も効くでしょ。そうですね、うん、じゃあ残り半分を宿題っちゅうことで、宿題ですね、仕上げてもらってね。いや違うんですよ、この RG と比較してね、うんうん、どっちが RG みたいな感じ問題、はい、どっちが RG みたいな。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？初めての筋彫りは。いや、やっぱりタングステンブレードって上級者向けの道具なのかなって思ってましたけど、うん、実際使ってみたら、うん、あれ簡単だなって思って、うん、もう最初の悩みだったトサカの墨入れ入らない部分だったりは、うん、あれ簡単にできちゃったって結果的にも綺麗にできてるんで、良かったなって思いましたね、うんうん。力加減はどんな感じだったの結局は。もう全然入れないっていう感じですね。掘るっていうと、なんか力入れちゃうイメージですけど、なんかもう、撫でるとかの方が近いのかなって思いましたね。で、次が肩とかか、その、はい、新たに引くところですかね。あれ難しかったんだよ、でもプラ板があればって感じ。そうですね、プラ板とか駆使すればできるのかなって思うんで、うん、そして最後ですね、その新規モールド、うん、はい、これ一番楽しかったですね。すんごい難しいんですけど、掘るのはやっぱ前半で教えてもらってできるんですけど、このデザインだったりとかも関わってくるので、うん、なるほどね。なんかいろいろチャレンジしていきたいなって思いますね、うん、なるほど。じゃあまとめてどうでしたか。単純に楽しかったですね。磯野みたいにビビってる人がいたら、うんうん、ぜひ使ってほしいですね。小島さん、はい、これからタングステンブレードを使う人に向けて何か一言あれば。上達するためには掘るしかない、はい、かっこいい。じゃあ本日ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。